はい、明けましておめでとうございます。2015年もよろしくお願いします。ゆうすけです。今回は2015年一発目、カードショップかりんとうで、例の一番高いドラゴンボールヒーローズのリパを買ったんで、開封します。はい。じゃあ開けます。はい、買ったのはこれですね。ドラゴンボールヒーローズスペシャル福袋。URK 3枚。キラ10枚入り。1パック8000円。ですね。はい。お。袋が。前回とは違う、前々回と同じやつですね。前々回買った時と同じかな、多分です。で、このオリパの紹介すると、ネットで買えるカードショップかりんとうさんで買ったドラゴンボールヒーローズのオリパで、1パック8000円で、シークレットが1枚で、 UR が2枚確定で、7枚 ESR か CP が入ってるので、計10枚ですね。のドラゴンボールヒーローズのキラーカードが入ってるってやつですね。はい。はい。2015年一発目なんで。はい。気合い入れて開けます。さあどうでしょう。お、はい。JM 一段スーパーレアの孫悟空、 JM7 段 CP のベジータ。うわー 前も出たなこれ。JM3 段の UR ベジット、 JM4 段の魔人ブー純粋。おお、やったー、思ってないっす、これ。JM6 段のシークレット、マジュニア。いやー、これは嬉しいっすね。やった。はい。JM1 段のスーパーレアセル、JM4 段のスーパーレアゴデンクス青年期、JM6 段の CP ミスターサタンで、お、GM10 段の UR スーパー17号。これを持ってなかったんで嬉しいっすね。はい。はい。で、この前買ったやつな。JM5 段のスーパーレア、ガーリックジュニアの10枚でした。いやー。いや、とりあえず、まあ、シークレット1枚、マジュニアとスーパー17号持ってなかったんで、はい、嬉しかったです。他は全部持ってますかね。まあ、やっぱ結構最近のが多いですね。はい、かりんとうさんは。はい、まあ個人的にはまあまあ、満足してます。はい。というわけで2015年一発目のカールショップかりんとうさんで買った、ドラゴンボールヒーローズスペシャル福袋はこんな感じの結果でした。はい、ご視聴ありがとうございました。